マリーナベーサンズ、マリーナベーサンズ、マリーナベーサンズはシンガポールのマリーナベーに面した総合リゾートホテルである。2010年に開業した際、土地を含め総工費80億シンガポールドルで建設さ、世界でこれまでにないほど高額なカジノの不動産物件となった。マリーナベーサンズは2011年2月17日に開業された。 これと同時に7つの著名なシェフによるレストランも開業した。ラスベガスのカジノリゾート運営会社ラスベガスサンズによって開発され500のテーブルと1600のスロットマシーンが並ぶ単独としては世界最大のカジノを中心に2561室のホテル12万平方メートルのコンベンションセンター74000平方メートルのショッピングモール美術館 シアター、グラスパビリオンなどを含んだ複合リゾートとなっている。タワー1、2、3と3つの超高層ビル、最高部で高さ200メートル、57階建てを屋上で連結した構造である。設計は、モシェサフリ、建設は、韓国の総流建設。3棟のホテルは屋上にある1ヘクタールの空中庭園、サンズスカイパーク、サンズスカイパークでながった形となっており、 これはシンガポールを一望できる展望台として観光名所となっていた。屋上プール150メートルもあり、世界一高い場所にあるプール地上200メートルを歌っている。ミュージカルのライオンキングのマリーナベイサンズでの初舞台は2011年の3月3日あった。マリーナベイサンズはシンガポールの最初の総合リゾート施設として採用された2つの提案の1つであった。 もう一つの提案は、リゾートワールド戦闘差であり、この中に、家族連れ向けのユニバーサルスタジオシンガポールも、含まれている。二つの大規模なリゾートは、今後10年間シンガポールの経済と観光客のニーズに応えるものであった。30年の間カジノ運営のライセンスを発行し、さらに最初の10年は、カジノ運営の独占権を認めた。観光促進への貢献。 建築のコンセプトとデザイン、開発のための投資、借鑑団としての力がそれぞれ入札者への基準として設けられた。2006年5月27日、ラスベガスサンズはこのコンペの勝利を宣言した。ラスベガスサンズは単独でこのライセンス発行の手続きを提出した。元々のライセンスの所有者であったシティディベリップマンツ・リミテッド。 CDL はこのプロジェクトの15%の投資を提案したが2回目のコンペでパートナーシップの権利から手を引いた。CDL の CEO である隠例名は以下のように述べている。CDL がカジノの競売から身を引いたのは複合的な要素によるものであった。所有している多くの会社を期日までに競売の条件を満たすことが難しく。 シンガポール政府の要求に応えて一部の会社の機密情報を公開することを要求されたことが不本意であった。しかし各はサンズの競売のアドバイサーを務め続けている。ラスベガスサンズはこのプロジェクトに38.5億シンガポールドルの投資を約束した。この費用には56ヘクタールの土地取得に伴う費用は含まれていない。 土や鉄などの建築材のコストが上昇し、他の建築プロジェクトや国の政策により、労働力が不足したとメシェルドン・アデルソンは2009年7月に、このプロジェクトの総工費が80億シンガポールドになったことを認めた。ラスベガスサンズは、世界で最も困難な建築プロジェクトかつ単独として、これまで建設されたものの中で最も高額な、 リゾート施設を手掛けていると宣言した。このカジノは毎年少なくとも10億ドルの利益をもたらすことが良き、されていた。最初の部分的な開業から2ヶ月後に、カジノは毎日2万5千名の来訪者が訪れた。シンガポール人とシンガポール永住者は一度入場するために100ドルを支払うか、2000ドルの年間パスを購入する必要がある。2010年6月には、 カジノの来場者が50万人に達した。2012年の第3四半期には、マリーナベーサンズの収益はその年の初めからほぼ28%減少した。経済的な観点から見て、マリーナベーサンズは27億ドルを生み出し、2015年のシンガポールの GDP を0.8%引き上げ、1万人の直接的な雇用と2万人の別の産業による、 雇用を喪失した。マリーナベイ・サンズは、モシェ・サフリによって設計された。サフリは、船のデッキからこのデザインを着想した。マリーナベイ・サンズはカジノに加え、3つのホテルの塔に2500の部屋とスイーツを有し、19000メートル、20万 ?SQ フィートのアートサイエンスミュージアムと11万メートル、120万、SQ フィートの4万5000人が収容できる。 イベント用スペースがある。ロビーは切れ目なく、3つの塔にそれぞれつながっている。マリーナベイサンズの設計と主要なデザインに変更が加わることは、風水コンサルタントのコンスワンレックとルイーザアンリーによって合意された。このホテルの特徴はスカイパークにある。スカイパークは3。エーカーの広さがあり、プールと庭園とジョギング用の道がある。北の塔から片持ち量が突き出しており。 三つのすべての塔に繋がっている。スカイパークの外側はあらかじめ別の場所で十四の鋼鉄の部分に分けられて作られ、その後塔の上で組み立てられた。プールの下には四箇所ほどつなぎ目があり、これらのすべてはすべて独特の可動域を持っている。またこのプールは塔の自然な動きに耐えられるように設計されている。可動域は五百ミリメートルほどである。 さらに風が吹いた時、ホテルの塔は時間とともに地面に向かうようになっているため、エンジニアは将来の適合のために、プールの仕組みの下に500以上のジャッキのを埋め込んで建築した。このジャッキシステムの一番重要な点は、プールの端のこの機能が適切に動き続けることを担保することである。三つの塔は、下は幅が広いが上に上がるにつれて、 幅が狭くなる。それぞれの塔は非対称の二つの足を持っており、東の足はもう一方の足に対して傾いた形で曲がっており、建設の上で重要な技術的な挑戦となった。建設中には一時的な構造物がこの塔の足を支える必要があり、リアルタイムで組み立ての過程の継続的な分析と判断のためのモニタリングが要求され、 このプロジェクトの構造エンジニアは、アラップ社とパーソンズ・ブリンチャーホフ社とメカニカル、エレクトリックル、アンドプラーミング社によって管理されていた。マリーナベイサンズは、もともとは2009年中の開業を予定していたが、建設費の高騰と、世界金融危機により段階的な開業を余儀なくされた。最初の部分的な開業はさらに遅れて2010年4月27日から行われ、 公式な開業は2010年6月23日まで延期された。残りの複合施設はまだ建設中であり、全面開業したのは2011年2月17日のことであった。2010年4月27日、マリーナベサンズは当初3、4段階に分けたオープンを予定していた。カジノの会議ホールの一部、ショッピングエリア、ホテルの963部屋、 イベント広場は午後3時18分に部分的に開業した。インター・パシフィック・バー・アソシエーション・イップバは2010年5月の2日から5日にかけてマリーナベ・サンズ・コンベンションセンターで初めて会議を行った。しかしこのイベントは設備が伴っておらずマイクの音が小さく散々たる会議となった。その結果としてイップバは マリーナベイサンズに30万シンガポールドルの支払いの保留を訴えた。6月には、イプバは会議が大惨事となったため、この支払いの請求は脅迫、強要であると訴訟を行った。8月には、内容が未公開の事短が成立した。2010年6月23日にマリーナベイサンズが公式にオープンするのに際し、2日間の祝賀会が行われた。 この祝賀会のキャンペーンは、スカイパーク、マリーナベイのイベント広場、食事のオプション、バーやクラブのサービス、新たに開いたホテルの部屋などで実施された。最初の日のイベントは、スカイパークのガラスで、ワールドチャンピオンシップクライムが行われた。このイベントは7チームの世界大会を勝ち抜いた21名の一流のロッククライマーによって行われた。また夜のコンサートに、トニー・ブラックストン、 タビサ・ノーサー、シルビア・ラトネル、ジャシンタ・アボシエ・エイグネイデンが参加し、4000人の招待客が訪れた。スカイパークは2日目の午後2時にオープンし、2000枚の成人用チケットが20シンガポールドルで売れた。2010年11月30日に2つのサンズシアターにて、リバーダンスの上演が時間通り行われた。これはマリーナ・ベイ・サンズにとって、 初めての公演であった。2011年2月19日の午前10時にアートサイエンスミュージアムがオープンした。高い期待を持たれていたライオンキングのミュージカルは2011年3月3日に初舞台が行われた。浮島の別館にルイ・ヴィトンとパンゲアクラブがテナントとして改修を終え、2011年の9月18日、9月22日にそれぞれオープンした。 ライオンキングのミュージカルは2011年10月30日の最後の公演まで続けられた。マリーナベイサンズは55階の3つの塔があり、この塔は2009年7月に完成した。3つの塔は1ヘクタールほどの屋根によってスカイパークに接続している。展望台からは海岸の向こう側まで景色を楽しむことができる。3つの塔の前には、 シアターブロックとコンベンションセンターのブロックとカジノのブロックがある。カジノのブロックには1000の賭博台と1400台のスロットマシーンがある。ハスの形をしたアートサイエンスミュージアムはこの3つのブロックの隣に建設された。アートサイエンスミュージアムの屋根は開閉可能で日中は雨水を集めて屋根から滝を作り夜は屋根を開けてレーザーショーが行われる。 イベントプラザの前では、ワンダフルショーという東南アジアで最大のレーザーショーが行われる。2011年2月17日にアートサイエンスミュージアムはオープンし、ワンダフルのショーも公開された。スカイパークは全長146メートル、高さ191メートルの世界最長の屋上プールである。このプールは約1 9トンのステンレスでできており、 1424メートルの水量を保持できる。スカイパークには屋外レストランの各踏み火でのスカイオン57、ウルフギャングパックのスパゴ、アジア料理の CLA バイが所在し、何百本の木と植物が植えられており、カンチレバーには展望台からは360度のシンガポールの地平線を眺めることができる。スカイパークはセキュリティの理由からホテル客以外入ることはできない。 ザ・ショップス・アット・マリーナ・ベイ・サンズは9万3000メートルほどの店舗面積を持ち、300以上の小売店と、フードビバレッジアウトレットが入居している。ブティックには、ラルフ・ローレン、シャネル、カルティエ、プラダ、グッチ、エルメス、アルマーニ、ショパール、レッド・バレンティノ、ディオール、ダンヒル、バーチュ、ミューミュー、サン・ローラン、サルバトー・レ・フェラガモ、モンブラン、ブランパン、ベラオン、 エルベレゼが入居している。運河がショッピングモールの間を流れており、同様の構造はラスベガスのベネチアンにも見られる。サンパンが運河に乗り入れており、ショッピングモールの買い物客はこれを利用することができ。これはベネチアンのゴンドラと同様である。またショッピングモール内にはゴードン・ラムゼーによるブレッドストリート・キッチン、ウルフ・ギャング・パックによるカット、 ワクタ・テツヤによる、ワク・ギン、ナンシー・シルバートンによる、ピーツ・アー・アマツェ、デビット・トムソンによる、ロング・チム、ダニエル・ブールーによる、DB ・ービ,ービストロイスターバーの、セレブリティシェフによるレストランが入居している。マリーナ・ベイ・サンズには2つのクリスタル・パビリオンがある。2011年6月には、法律上の論争があったにもかかわらず、片方のパビリオンは、 アバロンとパンウェアという二つのナイトクラブに改造された。さらに二つ目のバビリオンは1900メートルの浮島を加えて世界最大のルイ・ビトンのブティックとなった。この浮島は海中トンネルを通してブティックと連結している。バビリオンは両方とも2011年の F1 世界選手権のシンガポール市街地コースの直前にオープンした。サンズシアターとグランドシアターは それぞれ1680席と2155席あり、ライオンキングの公演は国際的な劇団であるシルクエロワーズや AR ラフマーンの世界ツアーの後半に行われる。ミュージカルのウィケットが2011年12月7日から期間限定で開演している。劇場の隣には600メートルほどの人工アイススケート場が設置されている。ボクシングが 恒例イベントとして行われており、2011年5月5日に始まった時、クリス・ジョンとダウド・ヨルダンの試合が行われた。モーシェ・サフディはこのリゾートの中にアートパスをデザインした。このアートパスには、ジュー、アントニー・ゴームリー、ソルル・ウィットを含む5人の芸術家による作品を陳列されている。これらの作品は、建物と調和して光、水、風などの自然を感化させる。 MRT 公共バス水上タクシー。2016年の映画の予告編にて、宇宙船によって、マリーナベーサンズが破壊されるシーンがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。